今回のたわわの輪は大まさきを紹介します。おっきい。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは出水市。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは大まさきの生産者山崎さんです。大きな綺麗な実がたくさん実ってますね。ありがとうございます。この大まさきってどういった果物なんですか？はい、清実とポンカンを掛け合わせたものなんですけど、うん、はい、最初は黄色っぽい、まあ、デコポンだったんですけど、はい、その枝代わりのやつで一本だけ紅色の木が出たもんですから、そこからこれをみんなで分け合って増やして今に至ってます。じゃあ違う品種同士を掛け合わせてできたものがまたさらに変化した。そういうことです。収穫する時期っていつ頃なんですか？収穫はですね、12月下旬から1月いっぱいまで。収穫したらすぐ出荷できるんですか？と2週間ぐらい、うん、寝かしてから出荷します。糖度がちょっと上がってもっと美味しくなります。はい、山崎さんが丹精込めて栽培した大まさき、収穫に挑戦します。まず、はい、このちょっと上から切ってもらったら、はい、切りやすいんで、はい、その後にあのへこんでるこの根元の方から切るんですけど、はい、ハサミがこの花皮に当たったら、はい、傷になって、はいはい、商品になりませんので注意してください。わかりました。慣れないうちはここに手を添えてですね、お腹の方に固定して、でしてないところ揺れますから固定して、はい、こんな感じで切れます。おー、綺麗に切れてますね。まずちょっと上を切りまして、でくっつけて、ここが緊張する、この辺かな。あ、うまいです。あ、上手です。わー、綺麗に、じゃあ取れたようです。美味しそうな大まさき、いただきます。もうこの何とも言えない食感と、噛んだ瞬間果汁がじゅわっと口の中にあふれて、ほんのり酸味がありますが濃厚な甘さが広がってとっても美味しいです。消費者の皆さんに、毎年美味しいと言ってもらえるような大まさきを作っていきたいと思っております。じゃあこれからより一層甘くて美味しいものが目標にしてますけど、はい、楽しみにしております、はい、頑張ります。はい、ここで番組からのお知らせです。大まさきを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。